こんにちは。365日カレー2018です。今日はご飯時さんへやってきました。こちらのお店はアミューズメント施設に隣接している食堂なんですけど、以前というかつい半月ぐらい前でしょうか、一度お邪魔してカレーを食べてお送りしました。当時はカレーフェアを開催していて、チーズオムカレーということでチーズと、卵の、が、トッピングされたカレーを食べました。美味しかったです。ということでその時の美味しさのイメージがあったんで今日来てみたんですけど、残念ながらカレーフェアは終わっていました。ということで、券売機でカレーの、種類メニューを見たんですけど、何点かはあったんですが、今回はあえて、プレーンなカレーライスを注文します。出てきました。見たところ、具材はとても小さくて、小さな牛肉が入っているようです。ビーフカレーです。ではいただきます。まず味わいですが、半月ぐらいに食べたチーズオムカレーの、感想と同様、カレーソースが、とても美味しいです。何か、みずみずしさを感じるのは、ほんのり感じる、酸味、これはトマトの、風味なのかもしれませんが、それも含めてとても美味しい味わいです。お蕎麦屋さんで食べるカレーといった、趣も感じながら、あるいはいやそうではなくて、その正統的な欧風カレーというか、洋風の味わいというのも同時に感じながら、何かこう食べていて不思議な、感覚を覚えます。具材についてはやはり物足りなさはあるんですけど、こうして、具材他にメインの具材のないカレーを食べるのは久しぶりなんですが、カレーの味わいがよくわかるというか、美味しいカレーはそのまま、より美味しく感じるということを改めて感じています。いただきました。やや、トマトの風味が強めのカレーだったんですけど、美味しくいただきました。この動画シリーズではあまりこういったプレーンな、シンプルなカレーライスを食べることが少なかったんですが、今日こういったタイプを食べてみて、カレーの味わいがよくわかるというか、わかりやすくなるという、まあ言ってみれば当たり前なんですけど、そういうことを感じたので、このシリーズ以降できればこういったプレーンシンプルな形のカレーライスを一点でも多く食べられたらなと思いました。また明日。今回のゆうゆうクラブ TV はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ高評価を押してください。Thank you.